正中義士肖像、神崎則康元六十六年二月四日は、江戸時代前期の武士、阿光浪士四十七士の一人、通称はよごろう、本世は源氏、家紋は蛇の目、大高忠を、茅野のしげと並んで、浅野谷中切手の廃人として知られた。阿光浪士の中でも、随一の主語として伝わっている。漢文六年。 三鷹国津山藩森家家臣の神崎光則の長男として津山に生まれた。母は下山六郎兵衛の娘とされるが、年齢の計算が合わないため、おそらくこの女性は5歳で則安は1 0歳の子と思われる。はじめ津山藩に仕えるが、その後則安は森家を離れて浪人。いつ浪人したかには諸説ある。 第一説に遠方7年に弾職を原因として、おばの夫にあたる三つくり吉林が、暴漢に襲われ、乗り安がこの連中を切り捨てたため、藩を追われたという説。第二説は天那元年に、藩主、森永武の長身横山行部左衛門のが、津山藩政において、戦後を極めた際に藩を追われたという説。第三説に、元禄十年6月20日に、 森家十八万国が二万国に憲法された際に、藩からリストラされたという説があるが、則安は、元禄六年の時点にはすでに、浅野家に仕官していることが確認されているため、第三説はありえない。森家を離れて、赤江藩浅野家に仕官した菅崎家は、津山から赤江へ移住。則安は、河野黒左衛門の娘を勝つお妻に迎えた。また、赤江藩への仕官の折、 東京の津山出身で先に、赤穂藩士となっていた、血のつねなりが仲介したと推測されている。赤穂藩では留めつけ五両三人ぶちであり、しかも、不代の進化ではない新山であるから、最も海の藩士の一人に過ぎなかった。しかし、神崎は風流人で知られ、竹平という背後を持つほど廃人としての才能があった。同じく廃人として、 著名な大高忠親家屋の茂金と並んで、浅野野中三馬ガラスと呼ばれている。また、お牛宗来の門人である儒学者、松崎観覧の随筆、窓のすさみによると、神崎余五郎は、浅野匠頭の乳兄弟であったと記している。元禄十四年三月十四日、四君、浅野長典が、吉良義中に、電中人情に及んだ際には乗りやすは、赤穂にあり、大石義尾に、 新聞決判を提出した。阿光城会場後は、名場に住み、ここで、名場重慶を読んだ。元禄十五年四月、病にかかって寝込んでいた、岡島つねきに代わって、江戸へ下校した。この時の神崎のあずまりについて、有名な逸話がある。道中に、牛五郎というヤクザ者の孫が、馬に乗れと絡んできたが、乗りやすが断っていると、腰抜け侍と見て、 調子に乗った牛五郎が、詫び消門をかけと無理難題を言ってきた。騒動になることを懸念したノリアスは、おとなしくその消門を書く。これを見た牛五郎は笑って立ち去った。その後、赤五郎氏の打ち入りがあり、その中に、神崎がいたことを知った牛五郎は、おのれを恥じて、出家の上、神崎を弔ったという話である。この話は、大高忠雄の逸話にもあり。 大高の和美正門が三等の旧本陣瀬古家に所蔵されて現存している。そのため、則安の逸話は、大高の逸話が転火して伝わったと思われる。江戸到着後は、潜水寺の商人になりすまし、きらけ親族上杉家の中屋敷に近いあざぶたに町で、潜水や、三正家全米として開業。さらに8月頃には、米屋五兵と称した、前原宗房と合流して、 ずき屋全米と称して、キラ邸のある本所近くで開業して、キラの動向を探った。キラ邸内入りの際には、表門体に属する。本会後は、水野忠之の中屋敷に預けられた。元禄十六年二月四日、水野家家臣、稲垣左助の解釈で切腹。去年三十八、主君、浅野長典と同じ戦学時に葬られた。法名は、信寺。 時勢は、あずさゆみはる近ければ、小手の上の雪をも花の吹雪とやみんと伝わる。ありがとうございます。